おはようございます今日は4月の27日木曜日でございますライブ配信を開始いたしました昨日は雨模様でございましたけれども今日は改正でございます、えー、音声の方はどうでしょうか、えー、ちょっとボリュームを下げますねプレミアプロですねプレミアプロサブスクリプションになっておりますけれどもこれがどういう状況かというと とアップデートがされて自動音声入力の方もかなりいけるというような情報でございますね。これが字幕になってますけれども、字幕のところ、これは右クリックで字幕を入れることができたと思いましてね、トラックを追加で、これですね、字幕トラックを追加。 これを入れますと字幕の方が追加されます。これですね。1、2っていう感じで字幕の方が追加されます。えー、この英文にしたい、ああの現在は英語しかあの対応されてないということでございますんで、非常に簡単ですね。簡単というか <laughs>、自動的に勝手にやってくれるということでございますんで、このタイムラインだったらですね、サブタイトルズフロームオーディオと。 でこれがサブタイトルっていう感じなんでしょうね。あのテロップのことをサブタイトルフロムオーディオ。この音声から認識して、えー、あのいわゆる字を文字を起こ,し文字起こしをしてくれますよということでございますね。でちょっとすでに書き出しておるんですけれども、この辺のところをちょっと見ていただければ。はい。これがあテロップですね。草津温泉。 日本、uh, uh, の最も高いホットスプリングのリゾートに、ブレスティット、ブレステリット、ブレスティ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 ット、 治してくれるといわゆる温泉の治療のことですよねそのことについて行っておりますそしてこちらの方にこう置きましてでこれはもともとの映像これはもう10年も前に作った映像でございますんでそので <noise> I cannot afford the money for employing 私の家内は、uh, my wife、uh, 62歳の時でございましたので 翻訳をかけるっているのはもう70、72ですかね。こういう感じであの起こせるということとこれを直すことはできるんですよね。例えばここをクリックしてトラックをやると。 フォントとカラーと色も直せるしキャプションこれですね of fun、うん、you will find it you, ということで、えー、こちらのロットオブですよねロットオブファン you will find it っていうところがまあこれをロットオブのところファンを消して そして、えー、こちらに、えぇ、ー、ロトオブですかここにオブを付け加えると。いうことも、ここの文字が24文字だったですかねあの、設定しているのは。従って、このロトオブのところがあれだと思いますんで、えー、because、こっち側にどうした方がいいかもしれませんね。こちらの方に。このクリップの方に、えー、ここですか。 ということをこちらの方にするということもで,できますよね。で、ちょっと色をこのトラックの色を変えてみましょうかね。ここのところを青にしたと言うと青に変わりますし、ピンクにするとピンクに変わります。しかしながらこれは全部変わっちゃうんですよね。ここだけのテロップじゃなくして、 この配置された,色配置されたその字幕に入っているクリップ全ての色が1つの色になっちゃうという感じなんですよね。でサイズなんかも変えられます。でポジショニングなんかもできますよね。配置ができてストロークのカラー変形これですかね。一応これで変えることができますよね。 でえー、これがあ英語の機能でございますけれども日本,語にあの日本語版が正規版にこれはベータ版ですので18.5のベータ版ですけど標準のものが出てきた時には日本語も入っているんじゃないのかなと思います。それでですね、えー、こののブラッッククマジックの AI 自動にあのテロップの入力ができるということで、実際、現在その、編集ソフト、いろんなソフトを眺めてみました。そうしてみますとですね、結構、自動音声入力がもうどのソフトでも使えると。 というような時代の流れになってきているかなと。むしろこういったテロップを自動的に入力できないソフトは、やっぱり遅れていっちゃうというような様子であるのかなということも感じるこの頃でございます。これが私現在話しているスタジオでございますけれども、まあ、ATEM ミニューを使って配信をしているという流れでございます。で まあ、時折、こういった編集ソフト、私、どっちかというとパソコンが好きで映像をやっているようなところがございます。パソコンがメインでございまして、どちらかというと編集が好きです。で編集をどうやってやっていくか常に毎日考えて、 えー、まあ,あ YouTube へ、えー、ライブ配信をしておるということでございますんですこの映画の中で8 years ago いわゆる8年前にもうすでにやっ作っておる作品に、えー、A 文字のテロップを載せたということでございますんでもう10年経っておりますんで、えー、約20年くらいはあこの映像についてやっておるという状況でございます。 えー、それでは、あこの辺で今日のライブ配信を終了させていただきます。ご配信をいただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。